ましょう。さあ、今世界フィギュアスケート選手権を見ている最中なんですが、見ながら昨日の僕の、動画を、ちゃっかり、ちょっと紹介します。ダブルアクセル、はい、これは良かったんじゃないでしょうか。トリプルトーループは、ちょっと前かがみになっちゃったかなっていう感じです。トリプルループもこれも同じ前かがみからのシークエンス、手ありアクセルを飛んでいました。はい、ちょっと今日はキャメルスピンがね、ちょっと微妙な感じがありますね。はい、まあちょっとスピンが全体的にちょっと軸が太いです。はい、そしてもう一つのトリプルループは、これはコンビネーションでダブル、あ、コンビネーションしますね、トリプルループだけで、トリプルフリップ、これも良かったですね。バタフライシットスピン、どうでしょうか。そしてこれがトリプルサルコー、ちょっと多分回転が微妙ですけども、これはシットからキャメルの難しいバリエーションの変化から、この形はちょっとおかしいですね。はい、さあ、トリプルトーループ、ダブルトーループのコンビネーション。そしてトリプルルッツですね。はい。では、プラネットオブライフ、見ていきます。今日は、そうですね。はい。さあ、まず最初ダブルアクセルから、はい、ダブルアクセル、まずまずですね。そしてトリプルトーループ、単独のジャンプ、これも良かったような気がします。練習よりもいいかも分かりませんね。はい、トリプルループシークエンスでシングルアクセル、これもなんとなく良かったような気がします。はい、キャメルスピンの足換えどうでしょうか。これも練習の時よりもいい感じがしますね。落ち着いてこなせれるんじゃないかなという感じです。スパイラルシークエンス、ファイナルプログラムはスパイラルシークエンスっていうのがありまして、これはコレオシークエンスとは別にありますからね。はい、ビールマン、そのままトリプルループ、はい、結構ジャンプ決まってますねこの日は。イナバウアーから大事なジャンプ、トリプルフリップ、なんとか、フライングシットスピン、ちょっと回転が中途半端な感じがします。はい、ステップシークエンス、からトリプルサルコー、ここから結構体力を、ね、奪われてくるんですけども、今日はスタミナ少し、前よりはマシになってる感じしますけど、ちょっとスピンがね、
気が抜けてる気がします。さあ後半の最終盤のジャンプ、トリプルトウ、もう一回ダブルトウル、トリプルルッツ、なんとかこらえましたね。布団ギリギリ、布団ギリギリでしたね。さあ最後なんとかやってほしいですね。全体的に振り付けはまだまだ、なんだろう、キリがないなっていう気がします。これがコレオシークエンスですね。ジャンプは決まったんですが、振り付けが全体的にね、